るも山の空襲の音日本の平和もこれで終わりですか。次は我が身と語らぬジャーナリスト邪に移らした偽善者は気回って戦争は仕方がないと言う反戦の公演はいつまで変わっても届かない教えてなぜ同じで同志が争う平和がいつも人を甘やかすから現代の日本は狂ってしまった。政治や警察や学校や家庭は今じゃお互い傷つけ合わせる。ふざけるなやめてくれ。このまま腐っていくのか日本よ。さらば風になった人々よ。